ブリタニアはイギリス海軍の百門一等戦列艦。同盟の戦列艦としては二代目となる。ブリタニアは1751年4月25日に1745年の寸法規定に総用設計された百門艦としてポーツマス交渉に発注された。1751年7月1日。 ロックに流骨が敷かれ、1762年10月19日に浸水した。建造と偽装にかかった費用は合計で45,844ポンド、2シリング8ペンスだった。建造時は42ポンド法を過パ板に搭載していたが、後にすべて32ポンド法に換装された。また、 1790年代に五甲板の12ポンド法10門と、千種郎の6ポンド法2門が撤去され、同数の32ポンドカロネード法に置き換えられた。ブリタニアは1778年9月に試験公開を行い、アメリカ独立戦争中に収益した。1793年から1795年にかけて海軍中将、ウィリアムホザム提督の機関を務めた。 さらに1797年のサンビセンテミキの海戦や1805年のトラファルガーの海戦に参加した。トラファルガーの海戦ではノーセスク博で白色海軍少将のウィリアム・カーネギーの召喚旗を掲げた。この海戦でブリトニアは戦死10人、負傷42人を出した。そして翌1806年にプリマスで修理と整備のためドック入りした。また、 この船は海名が多かった。1810年1月6日にプリンセスロイヤルとなり、1812年1月18日にはセントジョージそして1819年6月2日にはバーフラーと名前が変わった。ブリタニアはアメリカ海軍のフリゲートコンスティチューションの前にオールドアイアンサイズとして知られていた。この船は1825年2月に フリマスで解体された。ありがとうございます。